ヤガチャガチャンネル。前回壁打ち練習のレベル3をクリアしたヤガミ。パラメーターの割り当ても難しいところだが、今のところはまだテニスパートにおいて苦戦をしている様子は見受けられない。この快進撃は果たしてどこまで続くのか。ここで2位振ってこんな感じにするか。一回もうしょうがねえもんな。んで、まあ、レベル4は確かね異次元だった気がするから、一回これで抜けて他のトレーニングも考えてレベル上げよう。テニスマシーンルーム、プレイヤーがパーフェクトなら全て打ち返るはずです。はあ、15球を打ち返せばいいのね。なるほどなるほど。あー、あの機械が打ってくんのか。まあスピード上げてる分対応はしやすいはずだと思うんだけど、いやスピード見違えて速いね。やっぱりだけどね、まずは球が返せないことにはどうにもならないから。さあ7、8、9、レベル1は余裕じゃねえか。よし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 、うい。あー、たまにトップとスライス分けてくんな。よし、終わり。よし、経験値300ぐらいよこせ。102、レベルすら上がらなかった。悲しい、レベルすら上がらなかった。で、はいはいはい、でこういうのもあって、そう、なんかあったよね、なんかいろいろとこういうさ実績みたいのが。だからどっかでクエストが受けられて、そのクエストでもまたレベルが上がるはずなんだよね。スーハースーハースー、呼吸しながら踊ると脂肪が踊るの。あー、でまずはジュニア抜けなきゃいけないって感じなところはあるよね。装備アイテムはだってまだ何もないんだもんね。だからそうなるとジュニアクラスのシングルダブルスとサービスプラクティクス、ネットプラクティクス、あれか、コーチか、コーチのとこ行こう。俺に何かを教えてくれ。よいしょ、あなたシングルスでジュニアネットプレイの練習。はい、はい、ネットプレイのルールの説明。基本的なネットプレイが使えなきゃいけない。ネットプレイの今日はサーブ&ボレーだから、それをやってもらう。あなたがサーブをしたらすぐにクオート中央のサービスライン前までダッシュで、何、1個飛ばした。あー、でもどっかになんか入れろってことね。じゃあちょっとやってみましょう。まあ1回ミスっても多分わかるべ。サービスして上がって言われたエリアに返す。なるほどね。だからもうこうやって打ったらすぐに上がって返していけばいいんだね。でコートチェンジ、あぶね。よし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 、いやこれスピード上げといてよかったぞ。あー、なるほど。いやマジかよマジかよ、これ何、パーフェクト以外認めないの。厳しい世界だぜ。なんだったらこれサーブ成功させない方がいいな、リターンの時間があるから。な、これで打って、でよいしょ、危ない。あー、嘘でー嘘でー、あ、やり直さったな今。いやこれクリアできるまでやるのか。まあでも経験値手に入れるってところでいくとだもんな。ちょっともう一回説明して。だから上がってレシーバーの逆サイドにボレーする。ああ、なるほどね。だからさっきみたいな結構鋭角だったらロブ上げてとか、そういうことか。なんで、はい、で多分後半がきちいんだよな。よいしょ、で一回左側に打っといて、そうだね、相手に流暢にもう返せないように返して打って入れてく。オッケー、あー、これで経験値50くれるのね。オッケー、ハリごめんな。
さ、一回下がったパワー上げてえな。で4箇所からのボレーが成功したわ、ジュニアクラスのレベルをクリアしたわね、シングルスでシニアクラスに上がったらいらっしゃい、はあ、はあははあ、でこれでネットプレイプラクティクスは終わったけど勝負がある。ネットプレイは得意かい。はい、僕と君のネットプレイでどっちが優れてるか勝負しようじゃないか。はい、サーバーのボレー分かるよ、さっきやったもんね。でその一球を決めればゲームを成功。はいはい、あ、要はお互い交換しながら先に潰した方が勝ちってことね。 OK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 。 だからもういよいしょ、あ、ナイスボレーで、これで今俺はボレーをしたからね、ポイント決められなかったから失敗になって勝ったわ、早っ。でまあ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 、でこれだから経験値チャンスがいっぱいあるんだな。なるほどな、ネットプレイ勉強し直しだって出てっちゃった。なんかごめんな、学校来たばっかなのになんかごめんな。でサービスもあるよなこれな、だから多分もう一人のこいつか、サービスリターンの練習かで、今から条件を満たす。はい、きついコーナーのサーブでも深くリターンできないとな。サーバーがサーブを打つからリターンしなきゃいけないが、サーバー側にあるターゲットに返す。なるほどね。まあだからさっきはサービス側だったけど今回はリターン側になるから、で左側って見えてるから左側に返してく。オッケーオッケー。あとまさかのフォールト、よいしょ。で返してて多分コートチェンジだよね。危ねえ危ねえ。でああまたフォールトだよ。はい、オッケー。だこれでこのミニゲームの経験値ももらってと。で多分だけどどっかにこれで戦いたいって言ってるやつがいいんだよな。お前か？ストロークでは負けない自信があるんだ。戦おうぜ。オッケーオッケー。どうせさっきと同じルールだもんね。一球ずつコートを変えて行う。はい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 。サービスラインを越えないときそれは負けってことにしよう。ああ、なるほどね。サービスラインからネット寄りのプレイも禁止。ああ、もうじゃあ後ろで戦い合うしかない。はい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 。よいしょ、はい、うい。あーでもあれだな、シニアって言ってるだけあって決め手になる。あーなるほどね、超えてないよ。あ、超えやがった、うい。ちょっと待ってよ、できる限り落下点に最初からいる状態にしてしっかりと決めていかないと。 OK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 。 さあできればここで失敗させないといけないから返してく、返してやべ、 OK。 でもう一回反対に、よいしょ。ちょっと一回揺さぶ、あー最初からもうバレてんな位置、よいしょ。さあ、あー届いた、くー、よいしょ。さあやべ、あぶねー、うお、急にバウンド高え球打ってきたわ。あでもリターンできなかったっていうこのこれごっちゃん美味しいね。こっちのコート好きじゃねえ。あーダメだ、やばい、サドンデスみたいな状態が続いちゃってる。しかも今回はあやべえ、サービスラインより前にいる。
え、むずくねえおめえ。なにこれ、なちょっとルール面白い。はい、だから急にロブとか上げてくるの有効打にもなるのか。あ、超えなかったのかよ、まずった。オッケー、これで1対1。はい、だからしっかりと左右、あやばい、左右に揺さぶってあげないと。そう、サービスエース取れてんだから。やべ、いやー、サーブ完全に踊らされた。えい、さっきみたいに気をつけないと。オッケーオッケー、とりあえず一回引き分けに持ってきた。そう、これをちゃんと対応しないと。はい、スライス打ってって、で気づいたら前に行ってるのはちょっと気をつけるけど、 OK 返した、チャンス OK、 勝った、シニアどけよ。よし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 、さてで、ここで 3-2 のスピンになるからいいね。僕の得意なストロークが負けるなんて、なお前らはなんかあれだな、あのプライドがなくなると逃げ癖がついてるぞ。旅に出ちゃった。さあ、でこれでこんな感じになってるから、サービス勝負があるのか。待てよ、お前か。さあ、待てよ、コートに深くストロークし相手をベースライン際に釘付けにすることだわ。でサーブがエースにならなければストロークの勝負になるわ。ああ、なし、お前喋るだけか。え、絶対もう一人いるよね、これか。ジュニア君、サービスの練習会、オッケーオッケーオッケー、やります。でプラティクスの説明で、まあ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 、相手のとこに入れなきゃいけないけど、それぞれさらに細かく区分けされてるから正確に入れるってことね。オーケーオーケー。まあサーブは比較的得意なので問題ないと思うんですよね。はい、内側って言われた時がちょっと不安かなと思うけど、はい、オーケー。だここでまた経験値50もらっていく。ハリーほんとごめん。でこれでおそらくこれが終わって、お前か？サーバー得意かい？で、オッケーオッケー。どうやって勝負すんの？お互い一球ずつサービスエースを狙う。エースが出た方が勝ち。ああ、なるほどね。で、ああ、なるほど。もうサービス、もうテニスだからテニスやる気ねえんだ。サーブしかする気ねえんだ。いいんじゃない？はい。サービスエース。次。はい。終わったわ。はあ、さあコートから出ていけ。どうせお前も逃げるんだろう。コートから出ていけ。負け、こんなこと許されない。俺サービスを鍛えて絶対勝ってやるからな。うん、なんとなく展開は読めていたよ。さあこれで、そうね、もう壁打ちテニス、なんだったら壁打ちテニスやるか。なんか今のこの状態気持ち悪いもんな、星の位置がな。でも壁打ちの4はちょっと重たそうなんだけどな。先にあのラリー返すやつからやるか、ね、このテニスマシンルームの30球ね。 OKOKOK。 まあ30球になろうが100球になろうがスピンの問題なんだよな多分な。はい、あ、ちょっとスピード上がりそうだな。移動がかなり先行になってるから。まあでもよく見れば今スピード重視のキャラクター育成してるから問題はないのではないかなと思うんだけど、でも意外と鋭角な回心打ってくることがあるから、あれだよね、この右に左に振られた時の
怖さちょっとあるよね。あっとまっすぐか。そう、基本的には両方取れるようにある程度身構えとくのが多分セオリーなんだけど、身構えすぎてしまうと結構しんどい展開になってくよね。よいしょ。まあでもレベル2ですからね、レベル2ぐらいはお茶の子ちょんちょんよ。よいしょ。まあなんでなんだ、あやべ、マジか、急にロブ上げてきたりかけてきたり してくんのか。よし、まあ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 、まあ、あと補給。もうなんだったらレベル3はカットよね。レベル2クリアしてトモさんがこのあと順調に矢神はレベル3の何ラリートレーニングをクリアしみたいなのが流れるぐらいの想定よ。 OK200 ぐらいくれる。 OKOKOK。 さあ、まあどっかでハリーにも振らなきゃいけないんだけどな。で一回ここでスピンとスピード上げてく。 OKOKOK。 じゃあレベル3もやっちまおうか。レベルが上がることによってマシンから送られてくる弾の規則性がどんどん危うくなる。左右に振られる弾、その強弱、すべてが矢神に対して不安定要素として襲いかかってくる。もちろんスピードを上げている矢神ではあるが、すべてに対応するためには集中力と反射神経が求められるな。おお、急に弱い弾打ってくんなよ。ラスト、おい、よっしゃ、思った以上に時間かかった。さあ、でもってレベル25。さあ、これで一回下がっていいから、パワーとスピードに振ってスピードキャラって感じにしてこう。よし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 。さあ、まあこうなるともうここの4以外抜けてる状態であれかな、シングルスバーってクリアしてシングルスでもらった経験値全部ハリーに振っとかねえとハリーがポンコツダブルスのプレイヤーになっちゃうからっていう感じかな。さあ、というわけであれだね、なんかランキング戦やっていきますか。まあつっても多分パラメータ上げすぎだと思うのよ。だからね、多分オールカットだと思うね。君の素質は認めるが、そんなに簡単にはクラスランクは上がらない。お前が才能ないからだよね。天才というものがね、君のプライドは粉々にしてあげるよ。セットポイントは 1-0、 ゲーム数は 5-0 と順調な戦い。しかしながら着実に敵もボールに食らいつく。アタックがまだ上がりきっていない矢神も決められない中、ボールを相手に食らわせていく。君は確かに強かった、僕の負けたヤガミン。いつか力をつけて君を倒してみせるぜ。よくやったぜヤガミン。ランキング3を倒してランキング3にランクインだ。はーい、というわけでね、もうとにかくこれね、もう倒していくしかないわけでしょ。あー、明らかにそこのピンク髪なんか挑戦受けて立つぜみたいなポジションにいたな。強敵ヤガミンがとうとう挑んできたのね。いいでしょヤガミン、あなたのテニスの力をぶつけてくるがいいわ。よし、それでは早速試合を始めていいな。よし、ガンガンやってこうぜ。だってもうあれでしょ、ジュニアシニアってやってかなきゃいけないんだべ、どの道クリアってなると。じゃあもうね、ガンガン打ってこうよ。さあ、しかしながらね、こいつがどれぐらい、要はジュニアランクの2番手の実力みたいなもの、いやこれは、うい。でもあのね、1個前のやつはね、正直サービスエース取れまくった。おー、返してきた。ういだ、ちょっとためないで引っ張ってあげるとフェイントで真ん中戻ってくれる率が高いから、それを利用してこんな感じだね。まあつってもこいつも脅威ではねえかな。さっさと俺をシニアに上げさせてもらっちゃおうかしら。戦況を見ると分かるが、
50-40 と相手に取られる回数も増えている。少しの操作ミス、判断が相手のボールに食らいつけなくなる。しかしながら経験者の矢神、そこは着実に対処していく。はい、というわけでジュニアのナンバー2になれたんだかな。やられちゃった。これで私はランク3位。また頑張らなくちゃね。よくやったぞ、ヤガミ。ランキング2位を倒してランキング2位にランクインだ。さあ、というわけで、次が、クラスチャンプで、勝てばジュニアチャンプとシニアクラスアップ。あ、これでいけるんだね。お、明らかに、なんか図体もでかいし、よろしくって感じのやつだね。ジュニアクラスのチャンプはいつどんな挑戦も受けて立たねばならない。もちろん君の挑戦も喜んで受けてやる。よしよし。さあ、というわけで、まあまあ多分今後のね、いろいろとアイテムが増えるとかもろもろも含めても、まずはシニア取らなきゃ話にならないっぽいから、ついにジュニアクラス最後の戦い、ここが終われば一つ上のグレードに上がれるチャンス。敵キャラも明らかに強くなっているが、ここは簡単に越せるのか。次回に続く。テニスってスコアのゼロのことラブって言うじゃないですか。サーティーラブとか。あれどこで覚えました？私テニスの王子様です。次回に続きます。